またまたちょっとまた お手紙が届いたんで、すいません、ちょっと読ませていただきます。なんかうわ、また漢字が多いな、これちょっと読まんでおろう、ほんまぐらい読まんでいいかな、もういきますね。梅の開花の便りが届く季節になりました。春も近いと思わせるようになりましたが、おかわりありませんか。まだ2月というのにこの暖かさ、今年は春の訪れは早いかもしれませんね。いよいよ受験シーズンとなりましたが、お元気ですか。何回聞くんこれ。息子が高校受験を控え、私たちも落ち着かないこの頃です。皆様もご多忙中にようこそここへ、はしゃごうよパラダイス。失笑。恒例になりつつあるあれを決めて、今夜も皆様とパッションを高めていきたいと思っております。それでは心温かな皆様の心意気に甘えさせていただき、普段は内向的でシャイな藤崎を男にしていただけたら幸いです。追伸、時間の関係上国歌斉唱はカットしました。我のプシス藤崎潤。はいはい、すいません。もういいかな。行きます。
ゴミ箱に投げ捨てたファンタジーをもう一度拾い上げたら、各駅電車をジェットコースターにトランスフォームして不可能のない旅へ。誰もが孤独じゃない、誰もが不幸じゃない、誰もが今も一人よちんかってる。たとえばこんな願いを自信を引く再びだと。思い出かき集め、カバンに詰め
トルを抱いて夜更けの窓に立つ。お前がふらふら行くのが見える。さよならというのもなぜか散らけた感じらしい。あわよとからりと送ってみるか。別にふざけて困らせたわけじゃない。愛というのに照れてただけだよ。夜というのに派手なレコードかけて朝までふざけよう。していただきました。夜と こんばんは、ファルドビスです。皆さん楽しんでますか？ですね、今夜は最初に演奏されましたパンツさん、パンツさんの企画にご縁がありまして、参加させていただきました。ありがとうございます。パンツさんのボーカルの夏希さんは僕の大先輩でして、そしてベースの吉川さんは僕の目標です。そしてドラムのしんちゃんはですね、僕の中学校の一つ後輩になりまして、僕が29歳なんで彼が28歳です。でうちの、フルートの、リエさんと同期になります。でギターのねぽい君は去年から BF ブラザーズとかね、その辺で世話お世話になりましてね。で、たかやん君からね、たかやん君とは、まあ、マスコミから僕らがライバルではないかってよく書かれるんですけれども、間違いない、間違いない。僕ら二人はその同じ感性を持ってるから、ね、非常に本当は仲が良くてですね、今日ものすごい調子いいや。毎日ね、YouTube に使われそうやな。
あの風呂に入る時もあの高谷君に今から風呂入るよとかってあの LINE をする中です。そしてあのリーダーの塩月さんはあの、藤崎バンドに入られるそうです。と言ってました。と言ってました。ね、もうパンツさんとはもう切っても切れないようなもう縁でして、ね、今夜こうやって、カッパーレーブンズであの、ね、一緒にやらせていただくことになったんですが、あのまさかね、まさかあの僕らのその次になります、ね、ケンザブローさんの、今日ね、バンドがこの後あるんですけれどもね、初日のあの Facebook のライブをね、僕も拝見したんですけれども、瞬時心が折れましたね、あの演奏を聞いた時に。あのカッパーの方でお客さんでは僕見たことあるんですけれども、その時はやっぱ見に来てるから、であって、その一昨日の Facebook の配信はですね、同じステージに上がってもうとんでもない、あのなんと言いますか、あのいいのかなという気持ちになりましてね、まあ、それでその見た時にやっぱすげえなと思いつつ、ですけれども、今夜はね、本当に僕らにとっても皆さんにとってもね、もうお得な夜にしたいなと思ってます。ファルノブチ最後まであの全集中でやりますんでよろしくお願いします。もう少しだけ話していいですか。すいません、ちょっと巻き進行でいきます。ファルノブチってね、実はあの僕あのオーナーのベイビー星野くんと友達なんですけれども、カッパーでねファルノブチさんのライブをするのは実は初めてなんです。で、我々もあの今回で、いや、4回目 ?3 回目かな、4回目なんですけれどもね、あの我々実は共通点がありまして、全員、メンバーの全員があの吹奏楽経験者で、で、まあね、その経緯っていうか、まあ、そのひっつき方はいろいろなんですけれども、僕はね、家がカトリックということもありまして、ね、もう朝食の時からこのモーツァルトとかあのバッハとか、まあそういうこう音楽を聴きながらこう育ったもんですから、ね、コードも ABC とか言いません、僕はもうドイツ語でアーベツェで AF、ね、まあそんなことはしてたんでね、なんですか、やっぱり学校ではね、中華定食ベイ、いじめられたりもしました。やっぱりあのブラスバンド部だったんで、野球部とかも怖くてですね、そんな辛い時にね、僕を救ってくれた、J-POP をドラムのヨッくんが歌ってくれます。藤崎に代わって歌いますんで、1980年代の名曲を、歌いますんでよろしくお願いします。皆さんご来場ありがとうございます。ドラム、コーラスガヤ担当のヨックンです。なんか盛り上がった曲を歌いたかったんですけど、今日はちょっとまあバラードで攻めます。人を傷つけることに目
を伏せるけど、優しさを口にすれば人は皆傷ついてゆく。僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。ありがとうございました。さて、僕らのステージももうラストスパート差し掛かってます。まだまだ行くよ、大丈夫。今夜のためにね、仕上げた曲を、ファレルブッシュの新曲を、ね、やらせていただこうと思ってます。あたかもね、自分が作ったように言いましたが、もう一切、全く違います。僕らこうやってね、皆さんの前で演奏させていただいてるんですけれどもね、
自分らのね、あの力とかも人一人の力って本当もう小さなものでして、あのライブとかのね、やっぱ見ていただいている方があの一緒に心で歌ったり、あの拍手をいただいたりですね、そういうことであのこうライブって成立していく、そんな風に思っているんですけれどもね。次に、歌う曲はあのすごいネガティブな入り方します。そして歌の中で君が出てくるとストーリーは一気にポジティブに展開し、躍動していくんです。僕らにとってその君は皆さんです。何度失敗してもね、絶望しても人は失敗からあの多くを学んでいくと思ってますんで、ね、君から勇気をいただけたらと思います。行こうか。
ると思った今絶対来ると思った今ありがとうございます。楽しい時間はね、次の早いもので次は最後の曲になります。健三郎さんの、バンドの演奏をね、皆さんと一緒に僕らもそちらから楽しみたいと思います。で最後にちゃんと皆様心の中で歌っていける準備しております。皆さんと一緒に歌いたいと思います。今日またあの花を咲かせて終わろうと思います。あの花を
ございました。